あらみさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、臨時収入は LINEPay、 企業からの個人への送金機能 LINEPay 簡単送金サービスが開始ということで、今回は LINEPay の新たなサービスが開始されたので、そちらについて公式ページを参照しながらお伝えしていこうと思います。今回サービスが開始した LINEPay 簡単送金サービスなんですけども、こちらは簡単に言うと、給与以外のちょっとした臨時収入などでもらうときに利用するサービスのこととなってます。銀行口座振込以外に自分に合った受け取り手段が求められている時代になりつつあるので、それに合わせて今回の LINEPay 簡単送金サービスっていうのが開始されたということになっています。今回のこのサービスの使い道なんですけども、ざっとこんな感じですね。クラウドソーシング報酬受取やポイント交換などかなり幅広く活躍しそうということですよね。まだまだ使い道としては他にもかなり出てきそうな気がします。ここからは企業側のメリット、そしてユーザー側のメリットもありましたので、そちらについてそれぞれお伝えします。まず企業側のメリットとしたら、書いてある通りですね、顧客利便性を高められるということ、そして銀行口座情報の取り扱いが不要になるということ、あともう一つが払い出し証書等の手数料負担がなくなるということでした。次にユーザー側のメリットですね。ここちょっと数が多いんですけども、銀行口座を介さないことでよりスピーディーに報酬やインセンティブ等の臨時収入を受け取ることができるということですね。あとは LINEPay へのチャージの手間が減るということ。次に LINEPay カード、プリペイド JCB があると思うんですけども、これがあるので国内外でも支払いが可能ということですね。なので ATM が不要となります。あと LINE 友達に送金手数料も無料でできたり、あとは LINE マニーというのがあるんですけども、それが本人確認を完了したアカウントユーザーであれば、そのアカウントから銀行振込や ATM での出金が可能であったり、そこから出金する場合は216円の手数料は一応かかるようになってます。あとは LINE の家計簿というアプリがあるので、そこでの家計管理も簡単にできるということでした。いや、もう本当ですね、これを通して思ったら、やっぱ本当なんか時代が進んでるなというふうに思いました。確かにこれまで企業と個人のやり取りっていうのはほとんど銀行口座だと思うんですけども、それが LINEPay でできるようになるっていうのは本当素晴らしいですよね。やっぱりその銀行口座だと、ちょっとした振り込みに時間がかかったりですとか、日付とかですね、あとは ATM がちょっと使えなかったり、何かと不便に感じることがたまにあると思います。けど今回のような LINEPay の場合は、なんといっても気軽に使えるというところがやっぱ大きいですよね。お金を送金または受け取るのも簡単、そして LINEPay カードがあるので様々な場所でも利用可能ということですので、使い方によっては本当に広範囲でもめちゃくちゃ活躍しそうですよね。そんなこんなで今回は LINEPay の新機能として、企業さんからの個人の送金を可能にするLINEPay 簡単送金サービスについてお伝えをさせていただきました。一応ですね、下の概要欄に今回の内容についての公式リンクも貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。